皆さんこんにちは、さっちんです。今日もスカイリムやっていきたいと思います。さて今回はですね、ちょっとマルカルスの周りの地図名していこうかなと思います。あといろいろとクエストも拾っていきたいので、クエストも拾おうかなと思います。はい、それではやっていきましょう。よし、それじゃあまずクエストを拾おうかな。何かお困り？窃盗なんてまさか考えていないだろうな。考えてません。考えてませんよ。なんでそんなことする？ちょっと欲しくて。誰かこよいしょよいしょよいしょ、ちょっとあ、いける。よし、 あともう一個、これももらっていこうかな。よいしょよいしょ。ドワーフを見たよ、見たんだ。シセルはドワーフを見た、ほら。ちょっと待って。仕事はどうだ？浅布を洗って床掃除をした。あ、息子さんなの？チェックインはみんな済ませたよ。そうなんだ。息子よ、いつか父のような素晴らしい宿屋の主人になれるぞ。母さんはお前のことをとんでもない宿の主人だと言ってる。ドレイン、母さんのことは気にするな。父さんの言うことを聞いていればいつか大物になれる。やばい。そうだよね、いつもクズって呼ばれてるもんね。 お客さんに飲み物も持ってこれないの？クズ。やばいわ。掃除してるだけ。てか、せっかくしゃがんで撮ったのにさ、普通に撮れたっぽいな。まあいいや、一回出よう。マルカルスって迷子になるからさ。いいか、俺が買うのは単に銀製品だけじゃない。あんまり来ないんだよな。あら、何か必要なものでも？新しい取引はうまくいってる。いいの、仲間だ。蜂蜜酒を飲もう。金がどうとか言ってなかったか。なあ、大金の話だ。上にある聖堂が見えるだろう。あそこには女しかいねえんだ。哀れなディレインは入れねえってわけだ。そうね。見ることさえかなわねえ。だがあそこには宝があるんだ。子供くらいの大きさの黄金の像だ。レッドガイドが持ってるより俺の方が有効に使ってやれる。あ、それを盗み出してほしいと。そんな言い方はよせ。盗賊ギルドに聞かれたくはないだろう。いや、目の前で聞いてますけど。で運び出してくるだけだ。リフテンにいる仲間に買い取らせる。その半分がそっちの報酬だ。なるほど。貧しい老人を助ければ神々だって喜んでくれるはずだ。あー、ディベラ聖堂で像を盗むね。なんかちょっと通してほしい。誰か殺そうよ。意外とクエストいろいろ拾えそうだな。いいえ、私はアンリーフじゃないわ。この店も昔は繁盛していたんだろう。そんなにすぐわかる？ああ、グンナールが生きて戻ってきてくれさえすれば。グンナール？フォースウォーンの攻撃で前回の2がなくならなければこの店も立ち直れていたのよ。特製の小さなディベラ像だったの。出た、ディベラ。仕事を受けてくれない？傭兵なんでしょ。フォースウォーンから像を取り返してくれたらお金を出すわ。みんなディベラ像じゃん。戻ってきたらお礼をするわ。オッケー。なんか何か必要になったらいつでも戻ってきて。なんかさ、さっき盗んでこいよって言ってたのもディベラ像だし、取られて困ってるのもディベラ像。めっちゃディベラ像。ここの人でみんなディベラ像なの。神々がくれた2本の手、その両方を使って武器を操る。値切り交渉はお断りだよ。買わないなら言った言った。この町について聞きたいことがある。ガイドか何かに見えるか。俺の商売は肉を売ることだ。で、買うのか買わないのか。あ、失礼。肉が欲しければまた来てくれ。金を持って。ちょっと他ないかな。ちょっとあの辺の人たちにも話しかけて、それから行こうかな。ここお魚さんいる？あー、疲れないから無理かな。って感じいないよね。えっ？フォースワン。ノルド死んでんだけど、怖っ。自分だとよっぽど恐ろしいと思ってるらしい。誰が本当に恐ろしいか、シセロが見せてやる。当たる。え、山賊の隠し場所だって。こんなとこにあったんだ。知らなかった。初めて知ったんだけど。
驚き。ウォーレンズ。迷子か。いや、迷子ではないんだけど。ウォーレンズはあんたみたいなのが来るところじゃない。何の用なんだ。え、ここには金のない者や病気の者が住んでいるのか。その通り。マルカスへようこそ、旅人さん。別の場所に住めることを神々に感謝するといい。え、また今度。え、ちょ何か用か。ウォーレンズとは何だ。他に住む場所を持てない奴らが行くところだ。鉱山が開かれた時、誰かがベッドを置くことを思いついた。うん、労働者に病人に弱者、そういった連中がここにいる。なるほど。また今度。あ、お部屋持ってんだ。でも一応ちゃんと。お、大丈夫。お腹痛そうだけど。ここは運動不全症や恩返症の人たちばっかりですよ。お腹大丈夫？お腹痛そうだけど。回復してあげることはできないんだろうか。あ、危ない危ない。みんなお部屋持ってるわ。お部屋持ってるけど入れない。あ、はい。これさ、回復できたりするの？すごい見るじゃん。すごい見てんじゃん。何か言う。カーリアは信用できると思う。無理か。何が言いたいのか聞いてみようじゃないか。無理みたいだな。まあ、しょうがない。あとは？あの火事場の人とかは？まったく作業員どもめ。いつも文句と言い訳ばかりだ。また今度。仕事中に無駄話をするのは嫌われる。じゃあな。おしゃべりなんかしてられない。手を休めたらムルシュにひどい今月の銀の発送は予定より遅れている。愛しき母よ。あ、これもしかして鉱山のあのあれか、無償シドナ鉱山だ。シドナ鉱山に入れるのは囚人のクズどもだけだ。どこにいる？入るな。お、いるわ。出てけ。なぜだ。ここはシルバーブラッド一族が所有する牢獄だ。我々は囚人を使って鉱石を掘らせている。スカイリムで最も堅牢な監獄だ。うん、クズどもを放り込み門を閉める。脱獄できる者などいない。開いてたよ、思いっきり。つまり採掘のためにいるのでなければお前にここにいる資格はないということだ。なるほど。衛兵には見えないな。違うと思う。シルバーブラッドの奴らに雇われているのさ。ああ、なるほど。ここの連中はみんな訓練された傭兵だ。そうなんだ。うん、あ、一応入れはするんだ。え、牢屋みたいなのどこにあるの？なんか入れ、出れないみたいに言ってたじゃん。この声はあなたのものなのかい？あ、なるほど。シルバーブラッド一家に何か盗んでるのを見つけたら首を折るわよ。怖っ。首折られるわ。シルバーブラッド家に仕事ってここへ来たのか。この先にあるんだな、多分。この先に噂の場所がね。なるほど。帰ろう。なんかあんまりクエスト拾えなさそうなので、これやっちゃおうかな。リベラ聖堂で像を盗む。迷子になるんだよな、あそこかな。どうやって行くんだ。こうで合ってんのか。お、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 どうも。ゴーザの助手だ。カジマの手伝いをしてる。新しい剣が必要か。あの見習いはどうしたんだ。タシタスか。あの子は帝国人だ。ずっと鉄の扱い方を教えてきたが、あの子はちっとも理解しやしない。ポンコツなのね。帝国軍ではハンマーをしっかり打てないインペリアルの鍛冶師は本を読んだものさ。個人の知恵なんだろうな。もしアクラ氏の最後の鞘という本を見つけたら持ってきてくれないか。お、いいよいいよいいよ。タシタスは実践から学んでいないようだからね。見つけたら一つ持ってこよう。助かるよ。いいんだよ。健闘を祈る。とりあえずどうやって行くんだ。この上から行ける。死者はお腹が空いた。交渉できるなんて思うなよ。あ、あった。これだ。久々だね。ちょっとお邪魔しますよ。
姉妹たちがリベラと心を交わしています。そうですか、邪魔をしてはありません。そうですか、姉妹たちがリベラと心を交わしています。あ、ちょっと邪魔をしてはなりません。よいしょ、また後で来てください。わかりました、後で行きます。言いながら侵入する。いや、なんか見つかったら怒られるんだよな、確か。それだけ気をつけよう。確かね、怒られる。導いてください。確かね、怒られるんだよね。怒られるだけで済むんだったっけかな。ちょっとさ、ブリニョルフが厄介だな、またこれ。ちょっとこっち来てよ。初めてかも、ブリニョルフを連れてここに来たの。誰か殺そうよ。ちょっととりあえずシセロここで待ちなさい。もちろんだよ、聞こえし者。ちょっとセラーナさん、あなたもここで待ちなさい。ここで待っておりますわ。よしよし、これでしょうがない。ブリニョルフはしょうがない、立って来てもらうわ。あなたのものなのかい。バレるよな、また頭の中の錯覚だ。私だけだったら別にバレることはないんだけど。リベラよ、お導きください。ちょっともらってこう。お金もね、大事だから。やばい。バレそう。さっ。お、いけるぞ。誰かいたっけ？え、ここにもいたっけ？あ、大丈夫そう。ゲット！持ってこう。いやー、帰れそう。意外と帰れそう。来てるぞ、来てるぞ。違う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 。来てる来てる。どうしたらいいの。ちょっと待って、来てるんだけど。終わった、終わったか。やばい、来た。こっち向かってない。あ、いける。あ、単純に単純にね。しょしょしょし、急げ急げ急げ。あ、危なかった。マジでバレたかと思った。よいしょ。あ、あと、しし、静かに静かに。ほら、早くブリニョルフ来て。ほら、早く立ち止まらない。ちゃんと閉めてね。お邪魔しました。とみんなお待たせ。あれ、嘘でしょ。ああ、そう、わかったよ、聞こえし者。シセロはそのままやってたことをやるよ。やっといて。お前が他にやれと言うまでね。私たちの物語を紡ぎましょう。偉大なる強き聞こえし者よ、シセロに何なりとご命令。え、待って待って待って、シセロが、あれ、待って、シセロ連れていけなくなっちゃった。しょうがないから、みんな連れてくわ。ナイフをお腹に突き立てよう。しょうがない、きっと大丈夫。シビルの元へ導いてください。去って取って、去って帰ればいい。立ち止まってはいけない。さっ、そして男、帰るぞ帰るぞ。そいつは泥棒じゃない、俺の妻だ。シセロ、静かに。わ、来た来た来た。ちょっと待って、やっぱり取ったら一回来るんだね、こっちに。ちょっと待て待て、ここに、ここにね、銅像とかしとこう。ちょっとセラーナさんやばいかもしれない。わかるよな、あの人。やばい、ちょっとうちの人が失礼いたしますよ。こっち見てるな。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。なんか見つかった。いや、大丈夫、いける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 よ。バレてない、バレてない、バレてないよ。ちょっとチラーっと、チラーっと、あれってなっただけ。どうどうどう、ほら、ほら、行くぞ。バレてない、バレてないよ。意外といけたな、全員でも。帰ろ帰ろ。フォースワン、嘘でしょ。自分たちをよ、恐ろしい。
いやでももう一回行こうかな。確かここクエスト取れたよね。このディベラ像を置いてきたらもう一回行ってみようかな。やばい、わかんねえ。どうやって帰ればいいかわかんないし。あそこに何か人がいるな。あそこに人が今いた。どうやって行くんだ。ほら、あの人あの人、なんかクエストくれないかな。道を開けろよそ者。よそ者言われた。え、ここにもあるんだけど。山賊の堂々としてんな。堂々としたとこに置いてあんだけど。よいしょよいしょ。よそ者、血と銀だ。仕事を探してるんだ。なら首長と話すといい。丘の上のフォースウォンを始末する仕事ならいくらでもあるぞ。なるほど。デイドラを崇拝していかがわしい魔術に励んでる連中と戦うのも平気だって言うならだが。ああ、血と銀ね。ああどうも。失礼。あ、この家について何か知っていることは。いえ、何も知りません。誰かが出入りするのを見たとか。あ、一切見てません。何にも分かりません。この町の誰も見たことがないらしい。ステンダールの番人のものだ。どうやらこの家がデイドラの信仰に使われているらしい。いわゆる悪魔崇拝だ。なるほど。何か力になれることは。実は中に踏み込もうとしていたところなんだ。あ、そうなんだ。援護してもらえると助かる。ちょっと今は忙しいかな。ついてきてくれ。警戒を怠るなよ。あ、ちょっと忙しい。デイドラは手強い化け物で人を惑わそうとする。何が起こるかわからないからな。ちょっと忙しいんですが。恐怖の館持ってきたぞ。1ゴールドならどうだ。いや、2ゴールドにしよう。安くないそれ。もう一回使いたい気分なんだ。例の像を持ってきたぞ。早く渡してくれ。こんな一緒にいるところを見られたくない。こんなに見られてるとこで女性さんたちを怒らせたんだ。だって黙っちゃいない。これが報酬だ。よくやってくれた。二人に見られてるよ。お姉さんに見られてるけど大丈夫そう。何なあ、おやっとだね。これはあげとくわ。さあ消えてくれ。おお、ありがとう。あ、待って、またあげちゃったよ。優しい。またあげちゃった。神々の恵みがありますように。やばい、2ゴールドあげちゃったよ。え、ちょっとさっきのところにもう一回戻ろう。血と銀だ。いいか、血と銀だ。本当にここさ、すぐ迷子になるんだよな。上に行くには、さっきの上に行くには。お前の正体はもう知っている。それに仕事もな。ディベラ像の場所はどこ。あ、こっちか。これじゃないの。わかったぞ、こっちだ。これ行って、この上じゃない。こう言って、こう言って、俺だ！来た！2回戦行きます。姉妹たちがディベラと心を交わしています。はい。邪魔をしてはなりません。わかりました。また後で来て。え、後で行きます。あ、よかった。あの人来ちゃったかと思った。ちょっともう一回行って、今度見つかろう。見つかってクエストもらえるんだったかな。どうも。二度目です。二度目の修羅。自分のしていることが分かっているんですか。あ、ごめんなさい。あ、どうしよう。聖堂に興味がある。残念ですが、一般の方は採用聖域には入りません。あ、そうなんですね。あなたは罪を犯しました。はい、罰を受けなければなりません。何でしょう。どんな罰だ。通常は一定期間の懲役です。あ、運がいいことに。他に急な要件があるのでね。あ、なるほど。見せしめに罰してもいいですが、何かに利用する手もありますね。そうですね。何をさせる気だ。あなたが無礼にも妨害したのはディベラのシビルの昇天の儀式です。ああ、意味を知っているとは思いませんが。そうね。シビルがこの世を去ったといえばわかるでしょう。ああ、儀式の最中に石に挟まれた北方の小さな村、そしてそこにあるシビルの後継者の家が見えました。なるほど。そこへ行ってまだ小さなシビルを連れてくればこの罪は許されるでしょう。おお、駒使い扱いされて倒るかって書いて。そうはもらった。罪は甘んじて受け入れよう。私たちが見た場所は
カースワステンだと思います。おお。早く行ってください。すぐにでも少女を聖堂へ連れてこなければなりません。なるほどね。何か役に立つものが入っているのか。リベラの祝福を受けられます。あ、あなたと出会う男性は今よりも言いなりに、もしくは今よりも弱くなるでしょう。弱く？あ、そうですか。シビルとは何だ？リベラのシビルは生涯を通じて女神たちと直接の交わりを持ちます。ここ上がっていいの？少女の頃から息を引き取る瞬間までここに召喚するんだよね。直接つながっているのです。召喚するであろう場所に私立っちゃってんだけど。神の心を知ることができるのです。大丈夫です？大丈夫なのこれ？北方の村に住むシビルの後継者が見えたのです。あ、彼女の夢見を始めるために聖堂へ連れてこなければなりません。そうですか、連れてくるから。また今度。じゃあちょっと今度連れてくるから、もう一回ちょっとここ入る。どうも。何か用？何か用？特に何も用はないよ。よし、じゃあそろそろクエストもいろいろもらったので、アルカルスの外行くか。